どうも源次郎です。今日はですね、オフ車に久しぶりに乗りまして、林道を少し走ってみようかなって思ってます。目指しているところはこちら、神奈川県にある戸川林道っていうところですね。ここは初心者でも走りやすいそうなんで、私もね、初心者の一人として、行ってみたいなと思います。はい、今現在は皇居の前、半蔵門の前を通過したところですね。朝4時半ぐらいかな、5時ちょっと前だと思うんですけども、こんな感じですね。ここら辺の皇居のね、朝の風景もいい感じでしょ。この私のバイクは川崎の KLX250 っていうバイクなんですけども、確か4年ぐらい前だったかなに新車で買ったんですけど、まだ4000キロぐらいしか走ってないんですよね。全然乗ってなかったんですよ。なもんでね、もう林道をちょっと行かなきゃと思って、そして今日ね、あの戸川林道を目指してるわけなんですけども、まあ林道までの道のりが結構あるんで、こうして国道246、今多摩川を渡りましたけどもね、はい、途中でやっぱり林道まで長いんで、コンビニで休んで行きました。お尻が痛いんですよ、オフ車のシートは。国道246を走っていたら、間違えて国道129に入ってしまいまして、慌てて246に戻っている最中なんですけど、まあここのね、道もなんか田んぼの中を走る道で、なかなか気持ちよかったですね。国道246から県道705号線へ入ります。間違えて U ターンしてやっと705号に入ったところです。いや、まあね、初めてだから間違えちゃいますね。県道705号をしばらく走りますと、新東名、または第二東海自動車道っていうんでしょうかね、まだ新しいインターチェンジなんですけども、秦野丹沢スマートインターチェンジの入り口付近の交差点に来ます。ここね、ちょっと分かりづらかったんですよ。これ右に曲がると高速道路乗っちゃうのかなっていうような看板の感じだったんで、ちょっと止まって確認しました。はい、こんな感じのルートですね。この交差点を右折して秦野戸川公園へ向かいます。秦野戸川公園を目指してください。その公園から戸川林道が始まります。はい、右折しますよ。はい、ここを右折しまして、秦野戸川公園へ行くんですけども、このインターチェンジのあたりはまだ工事中ですかね。そんな感じの雰囲気でしたね。この秦野丹沢スマートインターチェンジ付近なんですけど、すごくね、広々してる感じがして気持ちよかったですね、走ってて。おー、なんかスカーンとね、景色が広がる感じで、なかなかいいんじゃないでしょうか。インターチェンジ付近をとことこ走っておりますと、立体交差の下をくぐるところにぶち当たります。こちらをくぐってすぐ一時停止になるんですけども、この一時停止を左折します。左折しますとこんなような道になります。この先がね、ほんのちょっとくねくねロードになっておりますので、バイクは少し楽しめるんじゃないかなと思います。でもね、ゆっくり走りましょうね。はい、左側がインターチェンジなのかな。あ、入り口って書いてありましたね。初めて来たんですけど、いやー、こんな感じになってんですね。はい、緑の看板で右が戸川公園って書いてありましたので、ここを右折します。まあ左折はまだできないようですからね。はい、ここが、戸川公園ですね。はい、もうこの道をまっすぐ行くと林道に入っていきます。はい、道をまっすぐ行きます。迷うことはないと思います。さて、この道をまっすぐ走っておりますと、この戸川公園のあの見事な吊り橋が見えてまいりました。なかなかね、これ絵になりますよね、これ。うん、後でちょっと帰りに写真でもパシャッとね、撮ろうかななんて思います。お、吊り橋の下をくぐるんですね。くぐっちゃってよろしいんですね。
なかなかね、こういう橋をね、下を通るってないですもんね。しかし戸川林道、立派なこんな吊り橋あったんですね。ちょっと感動しました。はい、しばらく走りますと、こう山の中入ってきまして、滝沢園っていうキャンプ場の前に行きます。ここで分岐になりますね。右に行くと戸川林道です。あらー、来ちゃいましたね。オフロード来ちゃった来ちゃった。うわー、久しぶりだー、この砂利道の感触。あー、このグリップがしない感触、怖いんですよね。フロントブレーキをかけられないっていうこの状況、なかなかテクニックをね求められますけども、私はないのでとことこ走りたいと思います。そんなとことこ走っておりましたら、滝の前に到着しました。ん？滝じゃないな、泉だな。竜神の泉っていうところに到着しましたよ。ちょっと見てみましょうかね。バイクはあそこら辺に止めておきましたよ。さあ、竜神の泉とやらを見てみましょうかね。はい、あー、なんか登山口みたいになってんのかな。あー、ここでちょろちょろ水が流れてきてるんですね。ここが肌の名水、竜神の泉になります。もういっぱいジャバジャバ流れてますね。これ耐えることなく流れてんのかな、ずっとね。すごいなあ、水が綺麗だな。はい、名水の由来が書いてありますんで、一時停止して読んでみてください。あ、水も汲めるところありますね。飲めるのかな、飲んじゃいけませんみたいなことは書いてなかったかな。ちょっと怖いんで、どうなんでしょうね。知ってる方教えてください。この戸川林道は初心者に優しいっていう理由の一つが、交通量の多さだと思うんですよね。今こう映像に出てますけど、普通車もなんとか入ってこれちゃう林道なんですよ。だから万が一ね、一人で走っていて、まあ転倒したとしてもですね、怪我とかしても、まあ大体あのね、通過してくれる人に助けてもらえるんじゃないかなと思います。そういう点ではあの初心者に優しい林道ですよね。朝のランニングに来る方もねいらっしゃるんで、まあゆっくり走ってください。危ないんでね、歩行者とか車とか、ほんと交通量多い林道なんで、ゆっくり走りましょう。あ、そうそう、林道といったらヒルとかマダニが出てくるんで、こういうヤマビルファイターですけども、こういう虫除けスプレーをシュッシュと撒いておきたいと思いますね。え、血を吸われるのは嫌なのじゃーって、プシュプシュプシュっと。約5キロあるこのオフロードコースの戸川林道、そろそろ終盤に近づいてまいりました。この先少し走りますと、作事の小屋っていう休憩ポイントなんでしょうかね、そういう場所に出てまいります。こちらの場所ではなんかドリンクとか売ってるようなので、ちょっと喉乾いたなと思ったら、ここで買って一休みするのはいかがでしょうかね。はい、この辺が終点ポイントになります。うわー、久しぶりのオフロード楽しめたな、嬉しい。戸川林道すっごい楽しかったです。久しぶりのこの砂利道ね、本当に楽しかったな。今シーズンは林道何本か走りたいと思っておりますので、またこのオフ車の動画アップするかもしれません。それではまた。